誰かメンバー一人呼び出して告白したいと思います。もうこれ言うとき迷ってたんだけど、恥ずかしいことだから、ハヤテが可能であれば僕と付き合ってください。お願いします。強し行きますわ。あ、強し、うん、なんか強ちゃんで企画取っといてって一個言われたの。ごめん、寝る。おやすみ。まあ、俺トメがいること言ってないから今隠れて、大人怖い話さっきのやつありだよ。じゃあワンちゃん俺隠れてさ、あ、じゃあそれやろっか。俺が真面目に怖い話して。あ、これ分かるな、気をつけしなくて。じゃあ電話切るね。ウィース、ハロー。ハロー。やっぱ一人なんだ。うん、ツインで一人って最強ね。めっちゃ広いから。そっちどうぞ。別にさっき言ってねえよ。くつろいじゃって。いやいや、そういうくつろいじゃないよ。にしよう。あ、いいよ、そっちにしよう。まあ、こっち見るよ。よいしょ。やばいから。誰もない。俺あの、なんて言えばこれわかんないけど、あのいろんなとこ鍵閉めとかなきゃ安心できないタイプの。あ、マジな方で怖い。あのね、一つ言っていい、うん、スパドラの中で一番怖いのジャンク。なんでやあれだな、一個やりたいなんだよね、検証的なあれだけど。なんかね、なんだっけな、なんか小銭使うんだけど、なんかね、10円玉囲んだなんか円みたいな作るの、小銭で、うん、それをなんかこういう中心でやると霊が来るみたいな。幽霊が。大丈夫大丈夫。いいよ。いやね、電気消そう。待って。いやいやいや、待って待って。絶対大丈夫、絶対大丈夫。普通に大丈夫。絶対。待って、なんかさ、今さ、うん、変なんか足音みたいにしなかった。絶対しねえよ。え、こっちの方でなんかどんどん飲んでよ。 100% や。え、待って、ね、それ嘘を言うと多分逆に怖くなっちゃうよ。お化けなんかいないさ。いやいや、調子いいや。待って、100円玉並べんね。なんで10円じゃないの。えちゃん、100円の中に10円一つ。あ、そう。ここに今100円玉あって、オッケーオッケー。一回静かにしなきゃ。で、俺がこっちのベッド行って、なんでなんで、こっち来て。うん、で、俺がって叩いたら次に叩いて。やだよ。え、大丈夫、絶対起きないからな、もう。責任取ってよ。え、じゃあ何も起きなきゃないやん。ね、マジ真っ暗じゃん。はい、行こう。しょうがないな。行くよ。うん、確かに俺が3回やって、ラクが3回やって、6回目に何かが起きたらやばい、うん、ね、待って、やだ。いや、絶対起きないから。やりたくない。今携帯で映ってるかな、これ。映るわ。行きます。いや、ほんとやだ。起きたらおもろいよね。行くよ。なんか起きてる。はい、早く電気つけて。待って、もう2回行こう。やだ。待って。え、今落としなかった。やだ。ね、ジャン君来て。待って、ほんと怖い。え、やばい。待って、電気つけ。やばい。ちょっと待って。やだ。やばい。電気つけよ。そこ膨らんでるって。え、見てみて。絶対誰かいるっしょ。しょ、本当に見るか。ねえ、もうやだよ。またね、待って、本当に電気つけて。ねえ、マジ怖い。待って、俺が見るじゃん、先。本当に、ね、やだ。いるかいないか見るわ、先に。え、何この音、膨らんでなくない。膨らんどるやん。どこ、そこ。え、本当になんもない。俺に見せようとしてるだけやん。いや、ほんとに違う。え、じゃあ見てきてもいいよ、別に。やだ、待って、電気つけて。ねえ、やだ。電気つけないといかない。え、電気つかないんだけど。え、つくから押してもないくせに言うな。ねえ、ほんとジャン君の100のところになるからやだ。電気つけて。つかないんだって。ねえ、つけて。つかない。ねえ、もうほんとにやだ。あ、待って。携帯やんじゃん。
膨らんでなくない？ちょっと待って、電気つけるから。あ、ついた。見ていって、いや、俺は本当に分かんないの、膨らみは。ねえ、なんで俺なの。え、ちょっと待って待って、どこがどこらへん？待って。うわぁ！はい。どう？怖いよ。じゃあ電気消そうか。ね、もう本当にやだ。ね。もうやっぱシャン君が一番怖い。え、なんかあのコンコンはビビった？ビビったよ。